上空から見た笠の現代地笠の原大地は、大隅半島中央部にある南北約 13km、東西約 10km、面積約60平方キロメートルの大地であり、肝付平野の北西部を構成する。単に、笠の原とも呼ばれる。九州南部において最も広い白須大地である。ほぼ全域が、鹿児島県鹿野谷市に属する。約2万5000年前。 鹿児島湾北部にあるアイラカルデラで起きた大噴火に伴って発生したイリトカ砕流の堆積物からなっている。大地上は極めて平坦で起伏に乏しく、ところどころで川が谷をうがっている。大地上面は南北方向に緩やかに傾斜しており、大地北部は標高約180メートル、南部は標高約20メートルとなっている。 大地の円を囲むようにして西側及び、南側を肝付川、北側及び、東側を釧路川がそれぞれ流れる。大地上の平坦地は概ね畑となっているが、南西部は、鹿屋市街地が広がりつつある。風が吹き抜けやすい地形のため台風などの被害が、大きく風よけのための屋敷森が発達している。江戸時代の水汲みの様子。三国名称図への差絵による。 大地上の水源が乏しい上に土壌の保水力が低く濃厚が困難なため江戸時代初期までは荒れ地であった。1704年、縄城川から朝鮮系住民約160名が坪家に移住し開発が始められた。1725年には集落の北方に玉山宮と呼ばれる祖国の神霊を祀る神社が建てられている。 1784年には大基金によって、古式島列島から48個の豪氏が移住した。移住民の中には、薩摩半島の人口過剰対策の一環として、強制移住させられた百姓もいた。次第に開墾が進み、江戸時代末までに、大地上の約3割が畑となったが、当初から水の確保が課題であった。大地南部では、 人力で井戸水を汲み上げることができたが、地下水面が深さ50メートルを超える大地中部では、牛の力を借りる必要があり、場所によっては深さ80メートル以上の井戸が掘られた。大地北部ではもはや井戸から水を汲み上げることは困難となり、大地脇を流れる川から馬で水を運び上げなければならなかった。文政から天保の時代に掘削された、 深さ約64メートルの土持ち堀の深い度は、鹿児島県指定史跡となっている。1914年、笠野原の北西約30キロメートルに位置する桜島で起きた噴火のために、多くの高地が火山灰の被害を受けて荒廃し、これをきっかけとして、高地整理事業が始められた。1921年に、県立の土地利用研究所、 1924年に、高知整理組合が設立され、翌1925年5月から1934年8月まで、約80万円の費用をかけて、上水道の布設と大規模な区画整理が行われ、第一条のほぼ全域が、5番目上に区画された畑となった。その最中には、金が淵防石の子会社、昭和産業の進出が見られた。 昭和産業は、養蚕、生死分野を担っており、桑畑の農地として、笠野原大地が選定された。昭和産業は、笠野原大地の4分の1を占める1200ヘクタールを、買い占める計画を進めた。これにより土地不足や、地下の高騰が発生したため、高地整備事業の当初の目的であった、500個ほどの、小作人の移住は146個にとどまることに、 なった。なお、昭和産業は、第二次世界大戦後の農地改革により、経営継続が困難になったことから、1951年に、笠野原大地から撤退している。区画整理と、浄水道の整備後も依然として、農業用水は、不十分な状態が続き、乾燥に強いさつまいもや油菜など限られた、作物しか作られず。 しばしば干ばつに見舞われ農業生産は不安定であった。そこで1955年から国営笠野原二十歳灌え事業が実施されることになった。具体的には高具マダムを建設し、それによる二十歳灌えにより前の増産を計画であったものの、膨大な開発負担金や開発者の非民主的対応、 長年の農政不振などの要因が重なり、農民間の対立が発生し、開発反対運動が繰り広げられた。さらに高グマダム建設による、集落水没に対する反対勢力が加わった、ことから運動は大規模になり、脅迫事件や暴力事件が発生するまでに至ったが、1962年には、保障問題が解決し、1967年に高、 馬ダムが完成した。大規模な灌漑が行われるようになってから、野菜や飼料作物が栽培されるようになり、鹿児島県内有数の旗作、畜産地帯となった。笠野薬師後現在の肝付町と山地区にあった、笠野薬師による。大隅国設置前の708年に創建されたと伝えられており、日向三薬師の一つとされた。ありがとうございます。